スビプダグは、古北王の絵だし、グローアの呪文と、フィオルスビズの歌の大英雄である。彼は、北欧神話最大の英雄の一人。北欧神話、ゲルマン神話に登場する英雄で小人アウルバンディルと、白鳥の乙女グローアとの間に生まれた男。スビプダグは、ママ母の言いつけで、彼の、運命の花嫁である女神メングラとメングラスの愛を、得る旅路につく設定となっている。 この一見不可能なタスクを達成するために、彼は、ニブルヘイムのボーボグローアの墓を訪ねて、ネクロマンシーによって召喚し、の墓を訪ねて、呪文を教えてくれと頼んだ。グローアは、スビプダグの苦難を防ぐ9つの呪文を授け、最初の死は突然終了。2番目の死の最初に、スビプダグはそれからメングラとメングラスを探して9つの世界を旅した。 そして、ヨートゥンヘームでメングラットの間、暑さを保つ者リュルにたどり着く。そこでモンバンによって、謎のゲームで尋問される。モンバンはオーディンでクリームニルの言葉47では、フィールスビットフュールズビスアの名前であるが、狼良剣ジリとールを伴ってしろ。その住民及びその環境に関する一連の十八の、問答の末、スビプダグは、最終的に、 ゲートが一人の人物のみで開くことを学習する。正体を明らかにすると、城の門が開き、メングラッドと結ばれた。冬の戦いでは、勝利の剣を、冥界から取り戻し、母の敵であるハールブダンに戦いを挑んだ。また、この剣で、トールに挑み、ミョルニルの柄を追って撤退させたことから、アースガルズの神々に迎えられた。亡き母グローアの守りの呪文の力を借りて、 ベリの城からフレイとフレイヤを救い出した。後に海流に化けたところをハーティングに殺された。スビプダグという同じ名前おそらく同じ人物が三分ンブエッタのプロローム、ハイムスクリングラ、ゲスタダのラムなどでもフロールフクラキオの仲間の一人になっている。ゲルマン神話は女神フレイヤの夫、スビプダグが神々から呪いを受け、竜の姿にされて、 行方不明になってしまった時、フレイヤーは泣きながら世界中を探して歩き、その涙が黄金になったのだ、という物語がある。父をソルビアルトとする説も、19世紀以来メングロズは、ヤーコブグリム以降、ほとんどで女神フレイヤと同一視されてきた。スウェーデンの学者ビクトル・ライドバーグは子供向けの、ホンアワー・アワーズ・ゴッドサーガでスビプデガーをフレイヤの音ある。 オターと特定。彼のその理由は、彼のアンダーソニン・アーリー・ジャーマニー・ズック・ミター・ラジャイの最初の巻で解説。これらの詩について詳細にコメントした他の学者には、ヒュール・マール・ホーク、B、シー・イチモンズ・ンヒューゴ・キリング、オリーブ・ブレイ、ヘンリー・ベローズ、アタホ・フラー、D.M. ホーレンダー、ロッテ・モッツ、アイナー・エラフール・スベインソン、キャロライン・ラリントン、ジョン・マッキンネルらがいる・ラガイル。 ありがとうございます。